ケーキっすね。あんたが作ってくれたんすよね。ケーキまで作れるなんてすごいっす。誕生日をこんな風に祝ってもらえると嬉しいもんすね。自分はケーキ作りとか柄じゃないっすけど、もし作ったら喜んでくれるっすか？あんたが喜んでくれるなら頑張ってみるっす。誕生日を楽しみにしてるっすよ。あんたから呼び出すなんて何かお困りごとすか？正義の味方は困ってる人に手を差し伸べるものっす。何でも話してみるといいっすよ。おお、なるほど。つまりプレゼントを用意したのはいいけど、喜んでもらえるか不安ってことっすね。それでどんな代物を用意したっすか？参考になるかわかんないっすけど、自分でよければいくらでもアドバイスするっすよ。これってこの前出たトラタイガーの限定フィギュア！しかも会場でしか売ってないメタリックバージョンじゃないっすか！いいなぁ、これ欲しかったっすよ。これを自分にくれるっすか？プレゼントって自分への誕生日プレゼントだったっすか？めちゃくちゃ嬉しいっす！ありがとうっす！自分を祝ってくれるなら最初に言ってほしかったっすよ。驚かせたかったって。もう、まんまとしてやられたっす。プレゼントもそうっすけど、お祝いしてくれたことが一番嬉しいっす。よーし、今度は自分がびっくりするようなお返しするっすからね。覚悟するといいっす。おー、強そうでかっこよくて凶暴そうなデザイン。これを作った人は恐竜の心がよくわかってるっす。プレゼントのチョイスとしてはなかなかのセンスっすよ。自分の誕生日プレゼントっすか？いいっすか？本当にありがとうっす。大切にするっすよ。自分を祝ってくれるなら最初に言ってほしかったっすよ。驚かせたかったって、もうまんまとしてやられたっす。プレゼントもそうっすけど、お祝いしてくれたことが一番嬉しいっす。よーし、今度は自分がびっくりするようなお返しするっすからね。覚悟するといいっす。最近出たばかりのベレルちゃんのお人形じゃないっすか。一緒に見に行ってから自分もベレルちゃんをチェックしてるっすよ。ヒーローも魔法少女も世界を守るための仲間っす。これを自分にっすか？誕生日プレゼント、ありがとうっす。自分で買うのはちょっと恥ずかしかったから嬉しいっす。自分を祝ってくれるなら最初に言ってほしかったっすよ。驚かせたかったって、もうまんまとしてやられたっす。プレゼントもそうっすけど、お祝いしてくれたことが一番嬉しいっす。よーし、
今度は自分がびっくりするようなお返しするっすからね。覚悟するといいっす。